皆さんこんにちは。この試合の実況は西岡明彦、コメンテーターには福西崇史さんをお迎えしてエティハドスタジアムからお送りします。福西さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日の試合はマンチェスターシティ対ベガルタ仙台のカードです。福西さん、今日のゲームですが、この2人の対決は楽しみですよね。そうですね。お互いの意地をかけてくるでしょうから、この2人の熱のこもったプレーが見どころになるでしょう。今日はアウェーチームはどうでしょうか。開幕から2試合で勝ち点6を上げています。これ以上のスタートはありません。今シーズンはリーグ中位グループへの定着を目標にしていますが、これは大きな自信になります。こちらがマンチェスターシティの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングにいる選手が攻撃を活性化させます。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。さあ、前半開始です。マンチェスターシティのキックオフで試合が開始します。兵藤慎吾、ここはよくスペースが見えていました。入りません。一体どうしたんでしょうか。キーパーとの1対1ですから、冷静に決めてほしかったですね。相手のゴール前でパスを回します。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ルーカス・ヌメチェ、もったいない形でボールを渡してしまいました。スターリング、さあ上げたい。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ここはインターセプト。しっかり予測していました。勝ち越しゴールなるか。このシュートはわずかに上。メンディ、ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。タッチラインを割り、スローインです。ここで攻守が入れ替わります。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。抜いた。周りを確認したい。長澤俊、入った。なんとリードしました。信じられない展開になってきましたね。ちょっと想定していませんでした。ただまだ油断は禁物ですよ。思い切り蹴ったボールがキーパーを越えてゴールに吸い込まれました。さすがに今のシュートへの反応は難しいでしょう。カットしました。ここはどうするでしょうか。エデーラ、兵藤慎吾、スターリング、ボールがこぼれました。
ここはカウンターアタックを狙うか。絶妙なパス。あっとオフサイドの旗が上がっています。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。いいカットです。ボールを奪いました。素晴らしいボールです。深くえぐってからのクロス、前に押し出します。スペースへのボール、これはスルーパスが強いか。サイドから勝負に行くか。ここはマンチェスターシティのコーナーキックです。このコーナーは同点のチャンスです。サポーターの期待に応えたいですね。この選手はあまり良くないようです。中止、これは惜しい。コーナーからチャンスを演出しました。相手のキーパーも一瞬ヒヤッとしたでしょうね。スルーパスが味方に通る。中にクロスが入った。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。もう一度見てみましょう。これは予想外の展開となってきましたね。相手にシュートを打たせていませんね。ここまでは素晴らしいパフォーマンスです。ハモン・ロペス、キャッチできません。ボールがこぼれた。このシュート、うまいパス。キーパー見事に止めた。あの距離からのシュートによく反応しました。危ない場面でしたが、キーパーがファインセーブを見せました。レフリーの笛が鳴って前半終了。後半戦の開始です。このミスは痛い。相手にパスを出しました。味方の位置を確認する。マイナスのボール、キーパーよく見て反応しました。あの距離なら入ってもおかしくありませんでしたよ。ボールを運びゴールに襲いかかります。ここは突破を狙う。決まった。素晴らしいシュートだ。素晴らしいシュートがゴールに突き刺さりました。このゴールがとどめかもしれません。点差がさらに開きます。強いチームですね。このままいけばまだまだゴールを奪えそうです。一方的な試合となってしまいました。ラヒーム・スターリング、つまらないミスでボールを失いました。長澤俊、素晴らしいパス。決まった、決まった、ゴールです。このプレーも見事ですが、パスも良かったですね。素晴らしい連携です。リプレイをご覧ください。キーパーはボールに触っていますが止められませんでした。シュートが強烈でしたね。格上のチーム相手にここまでよくリードしてきましたね。はい、この時間ですから焦ることなく今のプレーを続けていけるかが勝利へのポイントですね。かなり一方的な試合展開です。これほどスタジアムが静まり返るのは珍しいですよね。そうですね。この試合内容では無理もないですかね。このシュートはどうだ。バーに当たって決まった。この展開は予想できませんでした。
マンチェスターシティのフリーキックでゲームが再開されます。交代選手は2名です。ボールはボックス内へ。前に出しました。福西さん、ベガルタ仙台の次の試合ですがどう思われますか？審判はマンチェスターシティのフリーキックを指示します。試合前にニュースがありましたが、ミランが選手を獲得しました。はい、この移籍でチーム力をアップしますよ。デビュー戦が楽しみです。ダニーロ、パスコースにはディフェンスがいます。メンディ、サイドにスペースがあります。打ってきた。このシュートは残念、入りません。今回は決まりませんでしたが、怖いところに顔を出してますから、これを続けたいですね。交代です。サポーターの大きな声援を受け、ピッチを後にします。ゲームを支配していましたね。絶妙なパス、前のスペースを狙う。デブライネ、ボールはキーパーの手の中へ。ボールを取りました。さてどうする。デブライネ、メンディ、ルーカス・ヌメチャ、ここでデブライネ。デブライネのパスがカットされました。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。ここはボールロスト、ちょっと集中力を欠きました。うまくタックルでボールを奪いましたが、相手ボールのスローインです。ここはインターセプト、しっかり予測していました。味方がサポートに来ます。いいクロスが中に入った。キーパーに奪われました。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。スペースに見事なスルーパス、止めたが抑えられない。さあどうなる。ひとまず前に出しました。ピケ、ボールが足につきません。ルーズボールだ。このボールはキーパーが前に出た。